いきなりだけど、お金くれない？え？あ、だ！お前ふざけんなよ。ちょっと下がろう。おお。逃げんな。いらっしゃい。久しぶりだな、レイナ。ギリュウちゃん。そうだったの、風間さんが。でも、キリュウちゃん突然来るんだもん。驚いちゃった。悪いことをしたな。今に始まったことじゃないけどね。レイナ、おやっさんは俺に言った。弓を頼むってな。うん。あいつのことを何か知らないか。あの時、病院から失踪したって聞いてからは何も。でもね、キリュウちゃん。5年前ここに水木って女の人が訪ねてきたの。彼女沢村由美の妹ですって言ったわ。由美に妹が？うん。でも妹がいたことは由美ちゃんも知らなかったはずよ。由美ちゃんだけ生まれてすぐ生き別れになったんですって。そうだったのか。で今その水木は？それが詳しくはわからないの。瑞希ちゃんちょくちょくここに顔出してくれてね。そのうち由美ちゃんがいたこの店で働きたいって。4年くらいいたんだけど、去年急に自分のお店を持つことになったの。お店の名前はアレス。場所は？オープンしたら知らせてくれるってことになってたんだけど、まだ連絡ないのよ。こっちから聞こうにも連絡先変わっちゃってるみたいで。そうか。彼女、ユミちゃんによく似てた。会えばすぐにわかると思う。ここに入れ墨入れてたわ、花模様の。ユミの妹らしくない。そうね。邪魔したな。またいつでも来てね。私にできることなら何でも協力するから。ああ。錦山君のこと聞かないんだ。それとももう誰かから？ああ。そう。自分の目で確かめるさ。人が何て言おうがな。うん。ねえ、キリュウちゃん、ミレニアムタワーって知ってる？5年前建てられた。そのタワーの裏に小さなバーがあるの。マスターは飲食店の元締めみたいな人よ。新しい店ができたらマスターに必ず連絡が行くわ。アレスの場所もきっとね。そのバーの名前は？バッカス。ミレニアムタワーの裏、そこのマスターならまたいつでも来てね。
歩きピッピンやで。そう来ると思った。さすがや。せ。またな、キルちゃん。おもろいな。
ちょっとお前、何があった？私が来たらみんなもう。何しにここに？お母さん探して、私いろんなとこで聞いて。お前名前は？とにかくここを出るぞ。さっきのお店のこと誰かに教えた方がいいんじゃない？あれだけのことがあったんだ、とっくに誰かが通報しているだろう。そっか。それにしても公衆電話が減ったような気がするな。昔はそこら中にあったはずだが。だってみんな携帯持ってるじゃない。充電切れちゃった時くらいしか使わないよ。ああ、そうなのか。え、おじさんひょっとして携帯持ってないの？バカ言うな。持ってるに決まっているだろう。だよね、安心した。今日大変な一日だな。すこぶる機嫌が悪いんだ。運が悪かったんだよ、お前らは。そう？運が悪いのはおっさんの方だよ。
なんだよ、あのさん。そろそろ行くぞ。でも、この子お腹空かせてるみたいなの。こんなに痩せちゃってるし。お前、母親はどこにいるんだ。え？探してるんだろ。わからない。今日ずっと探してたんだけど。家は？お前、家がないのか。孤児院、黙って出てきた。お前、孤児院にいたのか。じゃあお前。お前じゃない。ん？私は遥か、お前じゃない。おじさんは？ああ、キリュウ、キリュウカズマだ。ねえ、お願い、この子に何か食べさせてあげて。このままじゃ死んじゃうかも。かわいそうかもしれないけど、今助けてやってもまたこんな目に遭うかもしれない。仕方ねえことだ。そんな、でもほっとけないよ、おじさん。いらっしゃいませ。
ありがとうございます。おじさん、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
おお。いや。おお。おお。おお。いらっしゃいませ。ありがとうございます。帰っても楽しくないでしょう。スネー、ちょっと寄せて。ねえちょっと、女の子どうでした？大きいですね。ではサービスさせてもらいます。おお。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとう。あれ？食べなくなったな。ふん。もしかしたら。どうしよう。いらっしゃいませ。ありがとう。
水を持って。ありがとう。このままじゃ飲めないか。いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。ありがとう。これうん、よし飲んで、うん、やっぱりお腹減ってたんだこの子。さっき孤児院にいるって言ってたな。うん。本当に母親はこの町にいるのか。多分手紙にはそう書いてあったから。でもまだお母さんに一度も会ったことない。どうするんだこれから。他にこの辺に頼れる人は。私にはお母さんと由美お姉ちゃんだけだから。由美？うん、お母さんのお姉ちゃん。いつも手紙持ってきてくれた。おい、どうした？疲れた。伊達だ、そっちの調子はどうだ？セレナにはいけたのか？それが、ちょっと困ったことになってな。バッカスに行ったんだが、情報は得られない。全部消されちまった。というわけ。何？じゃあバッカスのマスターも？ああ、そうそうか。キリュウ、とりあえずその女の子はセレナに連れて行け。後で警察が保護する。そうだな。
レーナ、この子。伊達さんっていう刑事さんから電話で聞いたわ。熱があるみたいね。奥の部屋に行っててくれる？今薬持ってくるから。ああ、頼む。さてと、薬も飲ませたし、あとは寝ていれば大丈夫よ。きっと一時的なショックと疲労が原因ね。ああ、様子を見よう。そう、ショックだったろうね、そんな怖い思いして。ああ、何か食うもんでも作ってやってくれないか。うん。おじさん。あら、ここは私のお店。よろしくね、はるかちゃん。俺の友達でレーナだ。ねえ、あの子犬は？え？あの子大丈夫かな？元気になったかな？ああ、大丈夫だ。本当に？それこの子のこと？あ、よかった。もう会えないかと思った。ついてきてたのか。この子も嬉しそう。はるか、さっき弓お姉ちゃんって言ってたな。うん。個人に手紙を届けに来てくれたって。うん、すごく優しいんだよ、弓お姉ちゃん。毎月ひまわりに来てくれて、お母さんからの手紙とかお土産とか。え？ん？お前、ひまわりにいたのか。うん。そして母親の姉はユミ。どうかしたの？お前のお母さん、名前はなんて言うんだ？瑞希。え？知ってるの、お母さんのこと。ねえ、お母さんどこ？どこなの？いや、俺も探してるところだ、ユミのことも。はるか、ユミの居場所は？うん。そうか。ねえ、おじさん、私も一緒にいい？さっきのところでお前の母親の店を聞こうとしてたんだ。今は手がかりが何もない。私知ってるよ、アレスでしょ。本当に？はるかちゃん。うん。だから一緒に。私だけじゃどうしてもお母さんに会えないから。ねえおじさん、いいでしょ？他にどうしようもねえな。気をつけてね、キリュウちゃん。ハルカちゃんも。おじさん、すぐにアレスに行く？ああ。じゃあ行こう。俺もつい最近知ったんだ。まさかあの場所にあんなでかいビルが建ってるとはな。あの場所？昔いろいろあった場所だ。ふん、この町にいろんな思い出があるんだね。まあな。おじさんはなんでお母さんを探してるの？話すと長くなるか。俺は弓を探しているんだ。それで妹の瑞希、つまりお前のお母さんなら何か知ってるんじゃないかと思ってな。そうなんだ。弓お姉ちゃんもどこ行っちゃったんだろう。お前はどうしてお母さんを探しに来たんだ？どうしてって、自分のお母さんだよ。理由がなくちゃ探しちゃダメなの？いや、野暮なことを聞いた。すまない。ちょっとちょっと、あなたたちどういうご関係？え、どういうって？
で、何？あなた、この子のお父さんかなんか？ああ、そ…ああ、本当に。じゃあ、身分証明できるものがある？ある。持ってないじゃないのよ。ちょっとし…ダメだよ、おじさん。私、ひまわりに…まあ、その辺も署でゆっくり…ん？何やってんの？なんで逃げようとするんだね？ああ？はい、そこまで。ああ？おまわりさん。なんだい？これ以上、お父さんのこといじめないで。は？お父さん、見た目の割に気が小さいの。だからさっき、父に代わってお詫びします。ああ、じゃ、はい。お父さん、あんた、いい、もういいですか？ああ、行こう。おじさん、早い。キミはお前に手紙を届けに来てくれたんだろう。からの手紙、毎月ひまわりに。最近ユミに変わった様子はなかったか？変わった様子？あ、そうだ。何があった？ユミお姉ちゃん、最近シャンプーを変えたかも。髪の毛すごくいい匂いがしてたんだよ。そっか。ここだよ、おじさん。行こう。すごい立派なビル。この中に店を構えるなんて簡単にできることじゃない。きっとお母さん頑張ったんだよ。そうだな。私、こんなに高い建物登ったことないよ。上からはどんな景色が見えるのかな。カムロ町どころか東京中が一望できるだろうな。すごいな、お母さん。そういや、さっき警官に呼び止められた時、よくとっさにあんな嘘を思いついたな。私とおじさんが親子だってこと？知らない人から見たら別におかしくないでしょ？大した名演技だったぜ。将来は女優になれるかもしれないな。さすがにそれは無理だよ。しかし、俺もいつの間にかそんな歳になっちまってたのか。子分ならまだしも小学生の子供か。想像もつかねえな。古文の方が想像つかないよ。ちょっといい？何してるんだ？おじさん、60回押して。あ？あ。驚いたな。暗証番号か。お母さんがね、手紙で教えてくれたの。お店の自慢の一つだって。城みたいに広いね。フロア丸ごと全部だなんて大した店だ。バブルの頃でも見たことねえよ。
その、なんだ、景気が良くて日本中みんな金持ちだった頃だ。すごい。それじゃあおじさんもお金持ちだったの？そうだったかもしれねえな。今じゃ全部弾けちまった。ハルカ、お前なんで孤児院に？わかんないよ、そんなの。お前がひまわりにいたのも母親は知ってるんだろう。なら、どうしても迎えに来ることができないって。手紙で何回も訳聞いたんだけど、それしか。ユミもそう言っていたのか？うん。ただ最後にお姉ちゃんが来た時、お母さんからってこれをくれたの。でもその時思った。私本当にもうお母さんと会えなくなるかもしれないって。あんた桐生さんでっか？元堂島組の。お初にお目にかかります。わし五代目近江連合本部の林万年。噂はよう聞いてます。近江連合ってことは錦山に頼まれたのか？俺を狙ってるんだろう。いや、電話鳴ってます。どうぞ金銭と取っとくんなれや。キリュウだ。伊達だ。キリュウ、100億の星が分かったぞ。ユミだ。お前が追ってるユミが星だ。なんだって？現場に指輪が落ちてたらしい。指輪？ああ、10年前お前から預かったあの指輪だ。とにかく東城会は彼女とその共犯の女を追ってるそうだ。共犯？そうだ。明日セレナで話したい。大丈夫か？ああ。そうか、お前らも弓と水木を。いや、わしらがおっとんのはそこのお嬢さんですわ。え、なんでこいつを？それは言えまへんな。わしも近江連合のもんですさかい。桐生さん、おとなしゅうその子渡したってえな。渡すと思うか？ほな、ぶっちゃけ言いますわ、我ほどの男をこんなところで殺しとうないんすわ。あんた随分気が早えな。はあ？俺はこんなところで殺されるほどヤワじゃねえよ。さすがキルさんでんな。ほな、しゃあないな。おい、やれや、ぶち殺したれや。遠慮なく言ったれや。あなた。
Shit!
わからない。今はまだな。心臓移植？ええ、延命のための手術はもう限界です。妹さんを助けるにはもうそれしか。いくらかかるんです？いや、いくらかかってもいい。それで優子が助かるならやってくれ、日吉先生。お金の件は分かりました。ただそのためには適合するドナーが現れるのを待たなければなりません。それに運よく見つかったとしても順番待ちがあります。移植を受けられるまで一体何年待つことになるか。何年もって、それじゃあ妹には間に合わねえ。何か手はねえのか日吉先生、本当に手はねえのかよ。何とかしてくれよ。何でもするからさ。本当に何でもする覚悟ですか？ああ、妹が助かるなら、そりゃ何だって。臓器ブローカーの存在をご存知ですか？え？ああ、聞いたことはあるけど、まさか。私からそういう仕事をしている人間に連絡を取ることはできます。ただその場合、手術費用とは別にまとまったお金が必要です。いくらだ？3000万。用意できますか？組長さん。松重、何の真似だ？俺に金を稼がせてくれ。3000万、どうしても必要なんだ。やり方はお前に任せる。だから頼む、力を貸してくれ松重。やり方は俺に任せる。あんたそう言ったな。はあ、初めからそうやって頭下げりゃよかったんだね。えほんじゃ、これからは仲良くやりましょうや、組長さん。じゃあ、ユミの妹ってのがアレスの瑞希で、おそらくは100億の共犯。そして、ハルカはその娘だ。行方不明だったユミは、あの子にだけは会っていた。ああ。ごめんなさい、キリュウちゃん。ちょっとお願い。あ、丁寧にね。セレナです。あの、兄貴ですか？シンジか。やっぱり連絡取りたくて方々を回ってたんです。そうか。今どんな状況だ？実は今カズマのおやっさん連れて逃げてます。何？あの後病院で手当てしたんですが意識はまだ。
でも兄貴、あの状況から見て、おやっさんを撃ったのは東条会のもんです。おやっさんの居所が知れたらまた狙われるかもしれません。今どこだ？信頼できる筋に隠れ家頼んでるとこです。落ち着いたらまた連絡します。連絡先はセレナで。いや、携帯を持ってる。風間さん生きてたんだね。出かけるの。私も。キリュウ、何か当てはあるのか？いや、まだ思い当たらない。足を使って効率的じゃねえな。仕方ねえ、例の情報屋のところ。ひょっとして伝説の情報？そうだ、サイの花屋。この町のことは何でも知ってるって。だがそいつがいるのは例の公園の中だ。西公園か。ああ、通称サイの河原。やつはそのサイの河原の中にいるらしい。だが気をつけろよ。あそこは警察も一度中に入ると出てこられないか。だが行くしかったでさ。ああ、ここも安全とは言えない。帰ってきてね。気をつけてね、キリュウちゃん。